寒い季節、持ち歩くものが多くなるんですよね。あ、カイロ持とうかな。もう一個増えちゃった。寒い季節、持ち歩くもの増えますよね。着るものも増えて、持つものも増えて、まあ不便なんですよね。物が多ければ、出かけるときに忘れることがある。出かけた先で置いてくることがある。まあ人を忘れる動物ですからね。物がありすぎると何か忘れます。一個で済めば一個でいいんですよね。それさらに究極の回答は0個でもいい。持たないのが一番なんですよ。ただ寒い季節、あるものが一つ増えるんですよ。それはカイロ。寒いからカイロを持ってくるんですよね。あれ相当な大きさですよ。今持ち出すもの、スマホ携帯とか、それと携帯長く使いたいからモバイルバッテリー、それ財布、パスケース、ペンとか手帳、手帳はスマホで済ましてる人いるか。それをいろいろなポケットに入れるともう入れる場所がない。あ、じゃあ一緒に入れようって言ってカイロを入れる。ちょっとモコッとなるんですよね。ちょっとかっこ悪いですよね。今回ビッグブルーから提供を受けたこのモバイルバッテリー、これ寒い季節に嬉しいですね。こちらです。めっちゃくちゃ冬なクリスマスな印象ですよね。まあなんか見てるだけであったかいというか、冬のイメージだから寒いか。でもこれただのモバイルバッテリーだろ。まあ確かにモバイルバッテリーとしても使います。でもこれモバイルバッテリーに懐中電灯の機能ついてますね。長押し3つついてますね。これ明るいですよ。普通は1個だけど3つついてる。冬の暗い夜道、これで安心ですよ。っていうか、これあったかくないだろ。まあ、ちょっと消します。で、ここのスライドスイッチ、これをスライドさせます。ここ光りましたね。L と H ってあります。これハイとローですね。これしばらくしてくると、これ全体あったかくなってきます。もうあったかくなってきましたね。これ、回路機能が内蔵されてるんですよね。北海道とかあれですよ。今、ドントとかあるのかな？まあ、いろいろありますけど。あったかいな。モバイルバッテリーが回路になるんですよ。これポケットに入れとけば嬉しいですよ。手がかじかんだ時、スイッチを入れて掴めばいい。それ普段は切っとける。回路って、ずっと熱くなくていいんですよね。手を温めたい時だけ熱ければいい。そういう人はこちら向きますよ。冬に外で作業してて、時々手を温めたい。その時はこちら使ってみてくださいよ。ポケットの中に入れてスイッチ入れとけば、あったかいですよ。あとこれ袋も使った方がいいですね。袋を使っとくと、より中が保温されますよ。袋の中に手入れればあったかいし。冬、カイロを毎日使ってる人、ぜひこちらのモバイルバッテリー使ってみてくださいよ。持ち物1個減りますよ。しかも安いですよ。会社で充電すれば、カイロを買うより電気代の方が安いです。ですので、カイロを愛用してる人、ぜひこちら使ってみてください。大きさはファブレットぐらいですね。胸ポケットには入るかな。非常に小型、薄い、持ち運び楽です。